た。入るぞ。なんで下着なんだよ。ではどうぞ。たく、お願いします。なんで入ってこないですか。お前がなんでだよ。むしろなんで脱いでんだよ。準備するっつったろ。心の準備をしたんじゃないですか。その準備求めてね、キイロ。最後尾ってここですか。そうっすよ。お前は重大な誤解をしているぞ。話を聞け。俺の目見ろ。気ぃつけるな。俺はホモじゃねえ。要するにホモが好きなんだよ。大好きなんだ。愛してるんだ。どうして拍手されてるんだろう。知るか。のためらいもなかったな。すごいです、ひでりちゃん。男らしいね。こうなった。その手でこっち噛んだ。らしいも何も男ですよ、その方。じゃなきゃ農家を継がなきゃいけなくなるんです。虫に囲まれるのは嫌だ。豚が萌え豚がいい。木下くんは疲れているんです。でもそのむつるいね。まったく、竹下くんの前で服を脱ごうなんて。木下くんは疲れているんです。どうかしましたか、竹下くん。ああ、3人になっちゃって人数も足りないし、そろそろ終わりにしな。終わり？何を言ってるんですか。いいか、マリア、最後は俺の合図で振ってくれ。1センチでも前に飛ばせば勝ちだ。でも大丈夫だ、俺を信じてくれ。撃てー。あー、当たった。草薙さん、当たりましたよ。あらら、草薙さん、しっかり。リン君のお世話をするのが私の生きがいですから。遠慮しないで上がってください。帰ってこの家にまで来ないで。リン君を返して。しろ。なんでなんか死んじゃえばいいんだ。帰って。月山さん、僕としたことがすまない。大丈夫です、ちょっと切っただけですから。後でちゃんと洗って。いいんだ、気にしないで。自分で洗ってくるから。やわらかな甘みと芳醇なハーモニー。それにパーティーメンバーは俺の場合助けよりも邪魔になることの方が多いし。あら、わかったよ、アスナは例外だ。そう。最前線は危ないぞ。分かった。見つけた。さあ召し上がれ。無理。
私は。クスクスクス。変な人たちが押しかけてきて怖かった。一番物騒なのがいるじゃない。話を聞いてください。ごめんなさい。かわいい。白金先輩、これは罠です。助けて。かぐやさんに殺されちゃいました。やっぱり。やっぱりって何ですか。ただの特殊メイクですよ。そうだよな。いいえ会長、これも罠です。多分彼女本当に死んでて、うん、篠宮先輩にヤバめの手術を。遠慮しなくていいんだよ。それはとっても気持ちよくなることなんだから、心ゆくまで犯していいの。別に恥ずかしがることじゃないんだよ。いいの、何をしたって構わない。どんな欲望でも全部飲み込んであげるから。 Remember。 手をつないでくれたら許してあげる。ああ、そんなことか。手握ってない。握ってますわね。よし、殺そう。どうも。じゃあ、これにするね。今の声、もしや、お待たせしました。くれぐれも出過ぎた真似だけはしないように。は？遅くなってすいません。神様、後からのこのこしゃしゃり出てきたくせして僕のベル君に手を出すんじゃない。いえいえ、こちらこそ。ベル様にはいつもリーリーにお優しくしてもらっていますから。絶対負けません。神様。そっか、聞いても喋れないか。何を言っている。どこでそんな言葉覚えたんだよ。なんか変じゃない、もしかして。ユカ、ニュコータ、コータ元に戻っちゃったのかな。みたいだね。抱っこ。なんでだ、どうしてこうなった。厄介ね、あの子恋心とそれに伴う性欲の区別が全く。そんなの先輩を怪我して。あかねさん、俺を切ってもいいからその前に話してほしいな。じゃなきゃ誰も納得できないよ、そんな顔してたら。初めから素直になっていればよかったのに。じゃないと。こんなに簡単に聖司さんのことを奪われちゃいますよ。あんたに私の何が分かるのよ。分かりますよ、私キューピッドですもん。さん、誠くんのことが好きなんですか。あんたには関係ない。関係あります。私、誠くんの彼女ですから。加藤さんが誠くんのことを好きだからって私に当たってもどうにもならないですよ。付き合ってても好きなの。世界好きだ。私も。開票します。相沢くん、いや半田くん、相沢くん、半田くん、これは辞退するチャンスか。敗北だのなんだの言ってられる場合じゃない。俺はグーしか出さない。グーだ。何？予告アンケンポン。グー出すって信じてもらえなかった。相沢くんは優秀すぎるバカだね。チェックメイト、園原さん。優しいのね。問答無用で私を突き刺していればこんな状態にならなかったでしょうに。あなたを切る理由はあっても殺す理由はありません。本当に理由があれば殺すって雰囲気じゃない。なあに、あなた。母と子って何それ。何よあなた。
いいね。